殿が率いる第二部隊には雷の国生誕に布陣してもらっています。彼らには地中より迫っている敵兵の殲滅を指示しています。大量の敵を相手することになるとは思いますが、第二部隊の戦力なら問題ないでしょう。ここはダルイたち第一部隊が陣取っている海岸線です。感知班によると、ここに向かって敵が接近しているとの連絡がありましたが、まだ距離はあるようです。下の国に布陣しているのは、畑かかし率いる第三部隊です。現段階では大きな動きはないようですが、戦いに備え準備は進めさせています。第五部隊三船殿のもとに、あの三将軍の半蔵が接近していると連絡がありました。数ある江戸天聖の忍びの中でも半蔵は別格、かなり激しい戦いになると予想されます。さすがは半蔵殿。三船、なぜお前が忍びにつく？時代遅れの侍を貫き通してきたお前らしくもないな。もはや忠を尽くす主なき侍が忍びに組するとは、それでも侍か？忍びに組したわけではない。我らが忠を尽くすのは遥か昔より同じ、ただ一つ、和でござる。和だと？和に忠を尽くし、己の信念のもと動く。何を言うかと思えば、和だ忠だ、そんなものに考えを縛られているほど愚かなことはない。結局のところどちらが残るか、それが重要。勝った方が己の正しきを証明できる。勝ち負けで判断することに意味はない。大切なのは意志、己が内に秘める信念。いくらでも吠えるがいい。この先10年100年と話そうとも、わしと貴様の意見が交わることはない。正しきは一つ、己が抱きし心のみ。ならば今ここにお見せしよう、三船が内にある心、信念の強さを。戦闘開始。好きやないよ、この侍。わしに来る。そしておのれ。裏口不要。我が信念は折れることはない。ここまでわしの動きを見切るとは、やるな。ヒレンとはかつて戦ったことがある。その時の経験があるからこそ。ほう、かつてのわしを相手に生き残りたい。それが見る。
拙者に敗れた。何なのだ一体。わしに何が見えてないというのだ。侍は刀だけではない。ここは当たらない。行くぞ。これにてごめん、半蔵殿。勝負あり。元々の力の差は切迫。勝敗を決したのは信念の差でござる。わしの負けか。わしの信念を捨てぬこと、それはかつて貴殿にもあった確かな心。それをなくしてしまった貴殿に拙者を斬ることはできぬ。信念、心か。かつてのわしも持ち合わせていたもの、今のわしには持ち合わせぬもの。そしてお前が常に抱いているもの、それがこの勝負を分けたか。見事。相手はあの半蔵。三船殿。三船殿の第五部隊からの連絡、無事半蔵の撃破に成功したとのこと。やってくれたか。三船ならば失敗はないだろうと思っていたが、その通りだったな。だな。よし、戦況は忍び連合が一歩リードだ。近く、他の戦場からも連絡が入ったぞ。キツジ殿率いる第二部隊が敵の殲滅に成功した。すでに次の行動に移っている。そうか。合わせてこちらからも連絡だ。第三部隊のもとに近づいていた敵兵がもう彼らの目の前まで迫っている。戦いが始まるぞ。カカシ、頼むぞ。